総額都市大阪は、川上実の代表作、都市シリーズの一つ。異世界の大阪を描いた小説、およびゲームソフトである。いわゆるメディアミックスとは異なり、ゲームか小説のどちらかが原作、というわけではない。小説とゲームは、同じ世界観を共有してはいるが、基本的に全く別の作品である。舞台は学生たちが、すべての主導権を握り、 かつ東西で勢力が分かれている1996年の日本。大阪県はかねてよりの計画、原子加速機ナイノルダを完成させ、最強人技の開発を行おうとしていた。だがその最強人技を狙い、東京県の総長連合が大阪へと進行してくる。そしてまた、時を同じくして一人の少年が大阪へやってきた。少年の名は久坂、正位。 大阪県に伝わる秘伝の情報において近づくことを許すなとされる己の死を持たない少年だった。地域組織出来事能力その他大阪県と、その協力者東京県と、その協力者その他、キングレコードより1999年3月11日発売のプレイステーション用ソフト。二千十年七月十八日より願法、オンラインエンターテイメントからプレイステーション3。 プレイステーションポータブル向けのゲームアーカイブスソフトとして配信中。レーティングは0、B。時は1998年、大阪県は広報塔バベルを完成させ、企業と学生にその使用権を争わせるネット戦争を行う。ありがとうございます。